格闘ゲームファンの皆さん、こんばんは。チームで争われる新公式リーグ戦、タプコンストリートファイターリーグパワードバイレイジ、いよいよ本日開幕いたします。進行を務めます八田彩子です。よろしくお願いいたします。さあ、そして試合の模様は実況席のこちらの方々が伝えてくださいます。はい、解説のハメコです。そして実況の大和です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして本日ゲストの方にもお越しいただきました。はい、はい、ビギナークラスの選抜オーディションに参加しました、日帰りです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ストリートファイターリーグパワードバイレイジは、ストリートファイター5アーケードエディションによって争われるチームによる新公式リーグ戦。チーム構成はジェス公認プロライセンスを持つエクストリームクラス1名、満22歳以下かつ実力重視で選ばれたハイクラス1名、本リーグに向けて真剣にプレーを始めたビギナークラス1名の3人1チーム、合計6チームが 3on3 のチーム戦で戦う。本リーグはジェス公認大会で、各チームのリーダー6名はジェス公認プロライセンスを所持しており、最終の順位に応じた賞金が授与される。賞金総額は500万円、1位300万円から以下はご覧の通り。ハイクラス、ビギナークラスの選手には順位に応じた特別な記念品が贈呈される。それでは出場する全6チーム入場です。トキドフレイム、エクストリームクラス、トキド選手、ハイクラス、響選手、ビギナークラス、三崎康生選手、マゴスカーレット、エクストリームクラス、マゴ選手、ハイクラス、坂上選手、ビギナークラス、国定涼介選手、梅原ゴールド、エクストリームクラス、梅原選手、ハイクラス、鬼木選手、ビギナークラス、長島パイナポー選手、フードガイア、エクストリームクラス、フード選手、ハイクラス、川野選手、ビギナークラス、宮田秀道選手、イタザンオーシャン、エクストリームクラス、板橋ザンギエフ選手、ハイクラス、もっちゃん選手、ビギナークラス、木村啓太選手、ネモオーロラ、エクストリームクラス、ネモ選手、ハイクラス、アンマン選手、ビギナークラス、奥村真美選手。さあ、6チーム18名の選手が入場しました。まあ、こういった各クラスというところで試み自体すごく面白い形になっていますね。特にやはりそのエクストリームクラス以外のですね、うんうんうん、選手たちっていうのはこういう形で戦うというのは、まあ、なかなかないことでしょうから、うんうんうん、まあ、そこは非常に楽しみですよね。はい、さあ、それではこの6チームが一体どんな戦いを繰り広げるのか、まずスケジュールからご覧いただきましょう。およそ2ヶ月にわたって全10節の熾烈なリーグ戦が繰り広げられるストリートファイターリーグ。最終結果の上位3チームが3月のプレイオフトーナメント、グランドファイナルズに進出。そこで最終の順位が決定する。大会ルールは以下の通り。使用するモードはバーサスモード。対戦設定は1ラウンド99カウントの3ラウンド制となる。対戦形式は 3on3 のチーム戦で、試合は同じクラス同士で行われ、ビギナークラス、ハイクラス、エクストリームクラスの順に試合を行う。各試合2本選手で勝利すると、ビギナークラスは1ポイント、ハイクラスは2ポイント、エクストリームクラスは3ポイントが加算。そして本リーグの特別ルールとして、3人とも敗れた場合はファイナルアクト、泣きの1回が必ず行われる。敗北チームのビギナークラスかハイクラスの選手が勝利チームのエクストリームクラスの選手と対戦し、勝てば3ポイントを獲得できる。さあ、つまり今回のリーグ戦は各マッチのこのポイントの稼いだ数も非常に重要になってくるというわけですね。そうですね、特にその本当に1試合も消化試合がない、ビギナークラスの選手もハイクラスの選手も、まあ、等しくポイントを稼ぐことができますので、そうですね、もう本当に全ての試合が重要になると言っていいでしょう。はい、はい、各チームの
ームのリーダーでもあるエクストリームクラスの選手から一言ずつ意気込みをお願いしたいと思います。はい、日々の取り組みをしっかり出して、優勝したいです。チームの総合力という点では、他のチームより優れていると思うので、頑張りたいと思います。一緒に練習してすごい、実力も分かって信頼し合ってるんで勝ちたいです。そうですね、すごい長い大会なので、なんか緩く楽しく、チームで、優勝できたら嬉しいなと思います。頑張ります。早くこの3人で試合がしたいなという気持ちで、はい、頑張ります。はい、リーグは長いので一試合一試合大切にして、きちんと教えていけたらいいなと思います。はい、さあそれではいよいよ本日の試合が開始します。まずは本日の対戦がこちらです。はい、アメコさんとして注目するカードだったり。そうですね、1日目ということもあって、はい、それぞれのチームがどういう雰囲気で戦い臨むのかというところが最も注目です。比嘉さんとして楽しみである対戦とかありますか？そうですね、女の子で唯一残ったやっぱ奥村さんを応援しちゃいたい。だからネモオーロラチームがちょっと楽しみです、すごく。なるほど、はい、ありがとうございます。さあ、開幕戦でポイントを稼ぐのは一体どのチームになるのか。開幕戦第1セットはこのチームの戦いです。格ゲー界屈指の指導者が満を持してリーダーに。孫大阪からチャリで行くと言い放つ度胸勢い抜群坂上めきめきと実力を伸ばしビギナークラス最強の呼び声も高い国定涼介、さあこちらのメンバーとなっているというわけですね。さあ総合力もかなり高いチームになっています。そして対するはこちらのチームです。カプコンカップ準優勝、この度彼と共に帰ってきました板橋ザンギエフ。ザンギエフルーキーズキャラバンでエモい活躍も記憶に新しいもっちゃん。ポテンシャルは最高クラスです。ビギナークラス中最も読めない男木村啓太、さあこのチームの組み合わせになっているわけですが、このセットの見どころというのはどちらになりそうですかね。ここ最近このエクストリームクラスのリーダー同士の戦い、板橋ザンギエフ対孫という試合がその野試合で行われたのをちょっと見たんですけど、その時はちょっと孫は勝っていたんですよね、はい、とはいえこの板橋ザンギエフがですね、今回そのシーズン4になってザンギエフにキャラクターを戻して戦ってくるだろうという噂があります、やっぱりその連動の部分といいますか、そこはその皆さんとしてもその期待しているところもあるんじゃないかなというところで、やはりエクストリームクラス同士の戦いというのは非常に気になるところです、はい、さあそれではまずは孫スカーレットからお話伺ってまいりたいと思います、はい。孫スカーレットはチームでの練習というのはあったんでしょうか？チーム全体での練習はなかったんですけど、一人大阪に住んでるんで、はい、でもう各々一応自分の家に呼び込んで合宿したりとかはしました。いい練習できましたか？いや結構良かったですよ。2人ともモチベーション高くやってくれて、俺は結構後ろで見てるだけだったんですけど、結構ビシバシいろいろ言ったりとかして伸びてました。伸びましたか？伸びてました。実際坂上選手成果というのはかなりありました？あると思います。今日そこを出せればなと思って伸びました。なるほど、伸びました。バッチリ。国里さんはどうですか？いや素敵なお家でしたね。家の感想。素敵なお家でしたね。いやでも実力の方もすごい伸びたっていう実感はしたんで自信はあります。これですわ。はい、期待しております。さあ続いて板澤温泉にもお話伺ってまいります。はい、さあこちらのチームはチーム練習というのはありましたか？そうですね、ちょいちょいぐらいですかね。その要所でなんかポイントとかっていうのを一応そうですねやり取りしてって、でやっぱあとはもうやっぱやり込むっていうのが大事なんで、各地やり込むっていう感じですかね。もっちゃん選手は名古屋在住でしたが、はい、なかなか会っての練習というのは難しかったと思います。そうですね、はい、アドバイスをもらったりして練習したっていう感じなんでしょうか？やっぱ使ってるキャラが全然違うキャラなんで、その新しい視点からのアドバイスとかいっぱいもらえて、
動いてる途中にあこういう動き方あるんだとかそういう発見がいっぱいあって、あとプロの選手とあんまりそのアドバイスしてもらう機会ってないじゃないですか、はい、それもとても貴重な体験ですごい良かったですね。なるほど、じゃあ今日はその成果を思いっきり出してください。嬉しいなと思っちゃいいなと嬉しくて嬉しくて笑みがこぼれたと思います。続いて木村選手ですけれども、はい、どうですか、板橋さん、ゲウ選手から何かアドバイスなどはもらえたんでしょうか。もうたくさんもらいました。優しいのですごいやりやすかったですね。なるほど。さあマゴスカーレット、そしてイタザンオーシャンの、お二チームのインタビュー受けましたが、まあ、バッチリエクストリームクラスの選手たちが、うんうんうん、ハイクラス、ビギナークラスの方々に教えてるというのが、うんうん、まあ、お互い伝わってくるようなインタビューでしたね。特に、まあ、林家合宿が行われたっていうのは新しいですね。どうやら国沢さんのいい素敵なお家でしたっていうあのコメントを、ね、そこみたいなそこ見てんのかと、はい、まあ、ただこのイタザンオーシャンもこのドラフト会議の時にもありましたけど、うん、結構色濃いメンツになりましたね。イタザンオーシャンは一癖も二癖もある一番癖のある面々が集ってますよね、うん、イタザンオーシャンは、はいはい、まずビギナークラスの戦いです。使用するキャラクターがこちら。まずは国貞涼介はエドを選択、対するはこの木村啓太が剣を操ります。はい、こちらもビギナークラス選抜オーディションでは異色を放つ剣使いとなっていました。さあまずは開幕戦、ビギナークラス同士の対決。選抜オーディションではトップの成績を誇っていた国貞、対するは意外性ナンバーワン木村啓太の登場。ラウンド1、いいよ頑張って、はい、まずはラウンド1のファイト。いきなり強打かけて飛び込んできた。ここには国貞がダメージを取っていきます。さあしゃがみ中パンチをメインで木村に刺していくのがこの国貞です。さあ2回カッパ一気にポートが来たら飛びが取る、はい、さあ両者体力の奪い合い。序盤でリードを取ったのは国貞のエド、はい、クラッカーこれは大きいぞ一気に壁に持ち込んだ。お逃げ場がないところ無敵技を打ってターンを切る。このエドはですね、パンチを3つ押すだけで無敵技のミックサイクアッパー打てる。これはビギナークラスにとって本当に使いやすい。ただ1ポンチからすしきたき表彰流拳、大幅リード。プレイヤーカメラが賑やかなただここアンカーグッド飛んでいる。いきなり出たクリティカルアーツ、クレイエンジン。さあ気になるところ、木村啓太はビギナーオーディションから来てトリガーを1に変えています。そうですね、必殺技である新竜拳ではなく、うん、これはもしかしたら、まあ、エクストリームクラス板橋ザンギフからこっちの方がいいでしょうと。なるほどなるほど、アドバイスが入ったかもしれません。さあまず序盤取ったのは木村となりました。飛びのケアがかなり難しいが国貞、さあどんどん飛んでいく。ゲージは2つあるのは国貞です。このいい状況を自分のラウンドとしたい。おー、ナイススパイクですね。ここはライジング、これはビギナークラスの国貞しかできない、しっかりスパイク。やはり壁際苦しいか、木村が追い詰められていく。このコーナーでよく投げ抜きした、うん、トリガー発動条件を満たしているのは V ゲージブロック3本の木村。クダイクから投げ抜ける。さあ一文字からまだ打っていく。まあ、先ほどあの一文字たしきょうキックからの V トリが発動して投げにつなげるという攻めをしましたから、うん、国貞しっかりそれを覚えていましたよね。無敵技の EX サイコアッパーで返していきました、はい、さあこの第1セットのバトル1位、両者がラウンドを取り合っています。この1試合目を取るのは非常に重要、はい、おここは対空つられてしまった、ライジングがバッチリ、はい、飛びが通る。木村としてまたしても苦しい時間がやってくる。ただ早めに逃げる。しかもね、この木村のゲージが満タンです、うん、木村非常にクリティカルアーツをつなげるのがうまいですから。バックルからの最大コースが入る。練習してきた。タップから苦しい体力、飛びが通る。やはり国貞、素晴らしい実力は本物。一つ目の試合は国貞がカウントを取ります、はい、ただ木村もかなり動いていて圧倒的な展開にはなりませんでした、うん、私いいとこかなり多かったから、はい、でやっぱミスしちゃったなってなるじゃん。だからやっぱしミスしないのが大事、うん、だからいいよ、同じ方向性で。そうです、相当良かったですね。さあ続いてこの第1バトルの2試合目、キャラクターは
江戸と県が表示されています。そのまま続投というわけですね。はい、さあ続いてこの第1バトルの2試合目、ここも対空出ている。まあ、このアドバイスですね。聞いてますね。はジャンプしてくるぞということを先ほど言っていました。はい、そこに狙いをしました。国沢の対空サイコライジング。さあこのバトルをどう取るかが非常に重要になってくる。なるほど、木村としても国沢のジャンプ見てしゃがみ強パンチ、これはアドバイスがあったんでしょう。両者対空は出ています。お互いジャンプ強力ですから、これ対応できる。うまい、さあなんとする、うわ出るところ昇竜拳のコンボはミスになる。そしてアンカーを拾っていく。トリガーゲージは両者に点滅している状況ですが、やはり難しいか。ここ体力リードは国沢。おお、いった。いやこれはいいですね。ガイストアンカーで有利な状況を作って投げるという、はい、まあ、そのエドの V トリガー2の非常に基本的なセオリーとなる使い方なんですけども、このビギナークラスであれに V リバーサルで対処するというのは非常に難しいでしょうから。さあそしてコンボになっている。ただ後ろだけが通って木村が入れ替えた。ただ目まぐるしく入れ替わる亀橋。そして投げ吹きを誘った。さらに上からスタンゲージも大きく取っている。国貞が王手をかけている。うわー、引っかかってしまった。さあワンゲージコンボ狙ったが木村が反撃を狙います。大志トリガーを使いたい木村、反撃の目はここしかないと狙い澄ましているが、そこに刺さるのは EX ゲージの強化サイコアッパー。出ないな。第1マッチは国貞涼介のエドが勝利。これでビギナークラスマゴスカーレットに1ポイント。いや、お見事でしたね。はい、辛い。ビギナーの中でもトップクラスの実力を誇るこの国貞がやはり試合を取りました、さあリプレイです。非常に V トリガーの使い方完璧でしたね、やば、うまっ。うまくなった。いや、めっちゃうまくなってますよ。ここで国沢のコンボ完璧でしたね。かなり完璧なコンボですね、はい、あそこも距離を見てしっかりと中強度を決めてきました、続いてはハイクラスの戦いです。さあバゴスカーレットよりチーム佐野、坂上はバイソン、対するイタザンオーシャンからはもっちゃんがファンを使用します。この組み合わせに関して言うとファンが戦いやすいというふうに言われている組み合わせになってます。バイソン側はちょっと攻めにくい、のように殴りに行くとそこを回避されて大きなダメージをもらってしまうというような展開になるでしょうね、ここはバイソン対ファンの組み合わせ、まずはラウンドワンファイト。ただ多分比嘉さんはもう見たことない両者の試合になる可能性がありますね。このキャラクター自体見たことないですね。さあまずはグランド、このファンとキャラクターは相手を毒状態にして体力を少し奪い取っていくことができるキャラになってます。さあこの毒使い名士であるこのファンが体力リードを現在取っているもっちゃんが操ります。さあ坂上としても苦しい反撃、これは新要素ですね。新要素ですね。弱パンチから弱の総合力が下がるようになった。クレイジーラッシュ発動して反撃を試みようとする坂上ですが距離が遠い、もっちゃんとしてはいなしたいという気持ちがあるでしょう。しかもこの新動作、新技の二強襲という、飛び技ですね。空中での特殊コードを使って逃げていきましたが画面足です。ただゲージを使って一気に巻き返してきた。もうあと一つのチャンスで坂上が逆転狙って展開を早くして不意をついた投げがヒット。やばいやばいやばい、大逆転は坂上、ラウンド1を獲得です。さあラウンド2もっちゃんが追いかける形になりました。ここ投げは通る。これは EX2 巻に対する対策でしょう。さあ坂上ゲージはマックスです。とにかくこの寝っ転がる蹴り、これを使って、バイソンの攻めをさせにくくする上にファンの有利な状況を作ると、非常に強力な技ですね。ただここはジャッケからアンダーインパクトで暴れてターンを取り返します。しかしここも差し返していく。暴れている。ただしっかり暴れて逆に画面しに来たが、うまくゲージを使って逃げるのはもっちゃん。そしてゲージを使ってトリガーは1位。さあ投げてフィニッシュ、ラウンド2はもっちゃんが取り返しました。さあ目まぐるしい早い展開ですが、続いてファイナルラウンド、この1試合目どちらが取るか。二強襲、ここはジャンプして空対空を取りました。この二強襲がやっぱりその軌道が厄介で、特に通常技で相手のジャンプを対応する対空するキャラクターにとってはかなりいやらしい技なんですけれども、一応しっかり対策を練ってきましたね、坂上、
さあ先ほどはこの体力ビハインドから逆転も見えました。坂上がどうこの持ち合いに対して立ち回るか。若干苦しいこの組み合わせにしていますね。うまい投げ抜きを誘った。これ大きなダメージになる。スタンリッチから表に戻ってよくカードした。さあダブルアタックだ。クレイジーラッシュ、その名の通り凶暴に暴れるバイソンがおっちゃんのファンに襲いかかる。投げ抜きを誘って、残った。さあ、あと一撃、投げが通る。まだ残る。中段狙って勢いづいたらおっちゃん、そして坂上が今度も投げでフィニッシュだ。すごいな。これはもう本当にわからない試合でしたが、本当にギリギリのタッチの差で坂上が取りましたね。さあ第2マッチのバトルズ、初戦は坂上が取りました。さあ日川さん、今の試合見ていかがですか。かなり早い展開でしたが。いやもう何が何かわかんないです。まあ、このハイクラスの選手も、まあこのエクストリームクラスの選手には及ばずとも、かなりそのクラスに近いようなレベルも持つ選手多いですから、まあまだまだレベルの高い試合行われていくでしょう。さあ続いてこの試合ではキャラクター変更はなし。キャラクターはバイソンとファン継続になります。ただそのもっちゃんの動きも全然悪くはなかったですからね。その坂上の勢いっていうところをどうこうしのぐかですよね。続いてこのバトル2が始まります。1つ目のバトルはマゴスカレットの坂上を取る。立ち回り苦しい中でもやはり V トリガーの爆発力は全キャラ屈指。このクレイジーラッシュです。反撃、おお、うますぎる。そしてアンダーインパクト、ターゲットコンボから今回からの新要素も使って、またしても投げ抜けさそう。ストンピングでスタンを狙いますが、もっちゃんここは V トリガーを使って逆転狙いたい。二冠をうまく使いながら毒状態を経由して坂上の体力を奪い取っていく。しっかり EX にしてスタンまで持ち込んだ。ウイスキーの必勝毒を使って V ゲージも貯めて、ただ暴れている。いいところで暴れた。ここは届くか、しっかり届いた。すごすぎる。マゴスカレット勢いに乗っている。坂上がこれで王手。仕掛けていきます。モッチャンがちょっと V トリガーもあったんですけれども、はい、使う前にやられてしまいました。坂上もこの勝負卓しっかり通してきました。ここ相打ちを取って、これも対策に見える。ゲージはお互い一つずつで端に追い詰めた。おっちゃんがこの立ち回りでどうしても坂上からダメージを取りたいんですが、うまくいなすか。受験有利から投げ抜きを誘ってトリガー発動。さあここからもっちゃんは大逆転狙うべき。投げてスタンゲージは半分以上から、両面打沖から二強襲。そしてよくガードしている。出し切りました。お手だ、見えない。これだ。しかしアドリブを聞かせて鏡込んでいるところに蹴りを入れたのはもっちゃんのファン。このシーズン4でのファンの新しい動きが見えましたね、そこに対して坂上よく対応しました。さあただ依然大手マッチポイントがかかっているのはこの坂上。ここを取れば2ポイント獲得。いやー対策がよく光っている。集団、集団、もう一度ダブルアップ。投げは抜けてカウント、もう一度、今度は投げ、とんでもない勢い。今日はチャリで来てるのがこの勢い。坂上のバイソンが勝利。素晴らしい。迫力がすごい。迫力ありますね。さあこれでマゴスカーレット勝利。ハイクラスなので2ポイント獲得。基本的にやっぱり立ち回りの部分では、もっちゃんもすごくうまくこう坂上の攻めっていうことをさせないような動きをねしてました、はい、ただこの V トリガーですね、一定に回る通り爆発力がとんでもありません。それに関して取っていったと。まあ、このフィニッシュで投げ投げ抜けであったりとかのこの駆け引きもかなりいやらしかった。ここも完璧でしたよね。この次のシーンです。投げ抜けを誘っていましたね。やはりこのいなしきれなかったというところありましたね、まあ、そこはやっぱりファンの守りは、あまり強くないというところが出てしまいましたね、はい、さあ最後はエクストリームクラス同士の戦いです。使用するキャラクターはマゴスカレット、マゴはキャミー、そしてイタザンオーシャンリーダー板橋ザンギフは、ザンギフが帰ってきました。帰ってきましたね、彼が、はい、シーズン4になって非常にこのザンギフというキャラクターが強化されたという話があります、うん、そしてその元々使っていたアビゲールが若干ながらこう弱体化したことで、まあこの今回ザンギの方がいいだろうという判断をしているみたいですね、はい。直前に行われたの試合では若干マゴは勝ったという話もあるんですけれども、とはいえこの板橋ザンギフがザンギフに戻してまだ時間が経っていませんから、うん、逆にこの板さんのこのザンギフっていうのは日に日に連動が上がっていくはずなんですよね。そうですね。
そこはキーになるかなと思ってます、うん、さあまずこのラウンド1、静かな立ち上がり、不要に近づくことはちょっとリスクがあるか。このキャミーというキャラクターは、まあ、体一つで前に出なくちゃいけないので、その割にはやっぱ防御力が非常に低いですね。柔らかいキャラクターです。対するこのザンギエフはまあ見た目通り非常に体力も耐久力も非常に高いキャラクターですね。さあここまで体力リードはイタザンが大きく取っている状況です。孫はトリガーがあるんですがうまく発動ができません。さあ発動、ここは強化状態の必殺技で反撃を狙います。あと一度もあるんですけど、うまい使った。さあうまくコーナー行ったところダイヤシで捉える、うまいですね。うまい、ただあるぞ、ゲージが溜まってきた。 CM ある、上から上には、ここは刺していく。まあ孫としてもまあ逆転の1打となる立ち強キックでしたが、イタザンのこの冷静なしゃがみジャックパンチですね。ああいうやっぱり体力有利な状況を作った後のこのザンギフのしゃがみジャックパンチ、タッシュパンチの牽制は非常に強力です。さあ上、ここは崩していきました。キャミーの代名詞ストライクからの上の崩し、対応を難しくしていきました孫。さあゲージ状況を全て持っているのはイタザン、ただ能動的に使いするのはキャミーか。今回やはりキャミーは相手を画面足に追い詰めてスタンさせて倒すというのが前よりも若干難しくなっています。難しくなりましたね。さあこの状況を作り上げた、これは壁芸に追い詰めているのがマグキャミーだが、中盤から高くライト対策しっかりしてますね。ガードした時はキャミーが有利なので、はい、反撃をしっかり決めてきました。上が通る、これはワンゲージ使わずに残ったがうまく投げるフォロー。マグがこのラウンド2を取ります。両者はゲージマックスになりますね、はい、満タンですからこのラウンドどう使うかポイントです。はい、特にザンギエフのクリティカルアーツのボリショイロシアンスープレックスは発生が全キャラの技の中で最も速い技になってますので、キャミーは下手な技を出すことができません。捉えて、ただ後ろ投げ、アーマーで掴んでいたんですが、これでかいぞ。 EX の下投げ、スクリューから打っていく、孫が勇気の一打、コーナーに追い詰めた。そしてデルタドライブ、さすが無敵ですからね。前に詰めるところを見しっかり見ていた。さあ上、タイク落としてトリガーを使い切った、中盤で戻ってコーナーに追い詰める、体力リーダー孫を取り返して、孫のゲージが取る、投げ出す、孫残る、削りがあるんだな。わあ、これは削り系を狙っていく冷静な判断。エクストリームクラスリーダーの孫がこの第一バトル勝利を収めます。さあ終始ちょっと苦しいような立ち回りもありましたが、終盤でのポイントでのダメージがかなり処理につながったようにも見えました。画面越しに追い詰めた後の、まあ、その倒しきるプランといいますか、その計画っていうところが、まあ、非常にうまかったですね。キャミーのままで続投というところで、やっぱりその連動の部分っていうところが今の試合は生きたんじゃないかなというふうに思います。はい、さあそれでは第2バトル準備ができたようです。ここはキャラクターは変更なし、孫はキャミー、そしてイタザンはザンギフ。孫がその非常に対空がうまいプレイヤーなんですよね、うんうん、なんで、まあ序盤そのキャミーから前に出なきゃいけない時は苦しいんですけども、はい、一旦リードを取った後の戦い方、板場ちゃん家の攻めをこうかいくぐるうまさっていうのは、はい、あの孫のすごく持ち味になってると思います、うん、さあこことしてマゴスカーレットの孫が取れば3立てとなる、恐ろしいザンギエフヘッドの応酬、頭突きでか弱いキャミーの女の子をしっかりととがめていく。ただトリガー持っている状況です。孫はどうする。さあ V タイマーは残り半分、強化状態の必殺技は一度だけ使うことができます。ここまでただキャミあの孫のね逆転のプランは非常にこの前うまかったんですよ。ただアコパンで止めて EX クリューパルドライバー、あのはまあ、孫は攻めようとしたところをこう一回こづいて動きを止めた後にすぐさま投げを狙ったんで、孫としても対応が遅れてしまいました。そうですね、ああいう投げの使い方は非常にこの板橋ちゃんがうまいんですよね、うん、さあ不意をついてうまくダメージを取ったのがこの板さん。ここのマッチは取り返してまずはカウントタイに持ち込みたい。中京から一気にコーナーに持っていくフラッシュカウンターから、ここは不意をついた上から、ああ当たってる、体力リード十分に取り返せるような置き攻めがやってくるが、またしても抜けている。僕も V トリガー持っている、ただ次のラウンドもあるのでゲージはちょっと温存したいか。上、落としていく、やはりハメコさんおっしゃる通り体育はバッチリ。ハメコとしてはゲージは使わずに終わらせたい、いいですね。ガーッ始まりますよ、イタザンのターン、打っていく、ガーッ持った、遠い強化スティンガーで打ったということで距離が離れてしまった、はい、
味方としても配球難しいが、ちょっと分からなくなってきた。伊沢にはゲージがありますので、このサイクロンラリアットが決まった場合にウルシチで倒しきることができるんじゃないでしょうか。さあ吸い込んで、さあうまい、しっかりし強パンチ、腕を大きく伸ばしたところは孫の差し返しがヒット。これで王手は孫スカルト。ゲージは一つあります。このイタザンの攻めを通せるかというところです。これまで投げに対してですね、孫がバックダッシュで回避するというシーンが多かったです。そうですね、まあ、そこをイタザンがどう見るかですね、うん、次にチャンスを作った時にその行動をどう変えていくか。はい、孫がまず攻めのターンを取っていきます。苦しい格好になっているのは板橋さん、ゲーフ、又島コーナーにやってきた。いやうまい、当て身取っていっていくんですが、やはり孫が鋭く攻めを通してくる。さあ、スタンディーチから、あーわー、これは分からんぞ、ガーシー、いやー、これやばいよ。そう、ただダブルアップ、いけなかったか。対して孫は命を救われた形、受け止めて、上さあ、ここ止めて、ダブルアップ、体力リードを取り返せるか。ゲージはマックス、伊田さん、孫はここで V トリガーを使い切った。対する孫はゲージ2つ投げ詰めてくる。あーいやバックステップしている。終始孫が伊田さんに対して後半の優位なペース変えませんでした。孫スカーレットエクストリームクラスで3ポイント獲得。これでポイントとしては6ポイント獲得という格好になりました。はい、終始板橋ザンギエフの投げスクリューパイルドライバーによる攻めというのを孫がしっかり読み切った、安全なバックステップを増やしてですね、板橋ザンギエフの攻めを止めたというのがポイントになりましたね。最後も有利な状況を作ってからの動きだったんですが、そこもしっかりバックステップしてましたね、うん、画面端で倒しきるっていうあの戦い方が非常に上手かったですね。そうですね、体力として苦しい場面たくさんあったんですが、この端というのをうまく使ってうまいな試合を作っていきます。とんでもないことあったんですね。そしてヘッド時刻でした。これ比嘉さんから見てどうでした？なんかもう何が何か分かんないですさあしかしこのセットでポイントが6対0となってしまったために、うん、ファイナルアクト泣きの1回が適用されます。はい、まずこのファイナルアクトではですね、3立てをされてしまったチーム側は、ビギナークラスもしくはハイクラスの選手を出すことができます。そして相手になるのはエクストリームクラスの孫が出ます、うん、ビギナークラスが出た場合は1ラウンド選手制、そうですね、そしてハイクラスのもっちゃんが出た場合は2ラウンド普通の試合になります、はい、そしてここで泣きの1回制することができればイタザンオーシャン側は、勝ち点3を取ることができるんですね。そうですね。さあこちらイタザンオーシャン側からはハイクラスのもっちゃんが出てきました、はい、勝利すればポイントは3ポイント獲得という形になります。さあ孫スカーレットはエクストリームクラスより孫、対するイタザンオーシャンからはハイクラスからもっちゃんのファンが登場です。ここの勝利条件は2ラウンド取れば勝利となります。これ3ラウンド制ですね。1試合選手ということですね、はい、組み合わせとしてはやはりキャミーのこの苛烈な攻め、特に上からキャノンストライクという踏みつける技、これがですねファンにとってはかなり嫌な技になっています。さあ第1ゲームファイナルアクト、イタザンオーシャンからはハイクラスもっちゃんが登場です。いやもっちゃん頑張ってほしいな、エリさあただ組み合わせとしては少し厳しいというところをいただきました、はい、やっぱりそのキャミーはですね、あのスタン値もスタン体制も非常に低いんですよね、はい、対するこのモッチャンスカファンは相手をスタンさせるスタン値の高い連続技が、まあ、一つ特徴なので、うん、スタンさせて倒しきるってことができればモッチャンにもあると思いますよ、はい、さあおっしゃる通りこれでスタンゲージが半分以上、孫を追い詰めていくためにこの体の動きがスタンゲージだ、どうだ、無理やり行ってモッチャンがリードを取った。孫として少し苦しい展開、錦鯉がヒット、追撃はいかずだが打っていく、ただ画前体力リードはもっちゃんです。ここからもっちゃんはまあゆっくりやっていきたいですね。ただ2強手の隙取られて、ただ反撃若干難しいか、はい、ふゆつくゆくす、相当じゃがヒットして体力がドット、もう毒の効果もある。おお、もっちゃんを追い詰めれば基本的に相手の体力0ドットまでいくんですよね。その後実はこのファンには非常にガードが困難な攻めがあるので、
今のはもう完全にもっちゃんの勝ちラウンドになりました。さあこれでファイナルアクトまであと1ラウンドとなりました。さあこちら3ポイントを取ることができるか。ただ差し返しの中足がヒットします。孫として序盤耐えたもののコーナーで逆に追い詰めていくのは孫だ。無防備な気絶状態にニーバレットからのコンボがヒット。あっという間の出来事。ゲージを温存していますので次のラウンド孫非常に強力な攻め、特に EX キャノンスパイク、あ、ストライク上から踏みつける蹴りが、ファンに非常に有効ですので、そうですね、これを意識しながら戦わなくていけません。さあもっちゃんはゲージを早めに1本使った。投げ抜きを誘って透かしている。持続強化からスタンリーチ。どうすんのこれ。さあ暴れている。孫がうまく打撃をヒット耐え切りましたね。うん、スタンシルもあるいはという状況でしたが、さあゲージ一つしゃがんでいるところにダメージが通る。スタンリーチは孫だ。やはり逆転劇。ファイナルアクトも許さずポイントは6対0となりました。よかったよかった。さあこちらの試合ですが、この孫スカーレットがポイントを6点稼いだという完璧でしたね。完璧でしたね、はい、初陣としてはもう完璧な内容でしたよ、はい、さあそしてリプレイです。こちらファイナルアクトです。1ラウンド目非常にもっちゃんいい動きでしたよね。はい、毒で相手の体力を削って最後は倒しきる、うん、ただこの最後のラウンドスタン間際のところから逆にこの画面足に追い詰められてそのまま倒しきられてしまうと非常にキャミーらしい、まあ、孫のうまさが光りましたね。はい、はい、さあ苦しいところですがまだ始まったばかり。このストリートファイターリーグまだまだ頑張っていただければと思います。さあそれでは孫スカーレットのお三人にお話を伺ってまいりたいと思います。はい、板橋ザンギエフ選手のザンギエフどうでしたか。いやまだ体作ってなかったんじゃないですかね。あまだなかなか思いましたけどね。キャミーちゃんに負けちゃうぐらい体が出来上がってなかった。そうですね、本来はまあ負けないぐらいの体格差だと思うんでちゃんと体作って出直してきてくださいと。はい、さすが勝者は違いますねそして坂上選手も素晴らしい逆転が何度もありましたね。まあ、最近ちょっと泣き芸かなんかでブイブイ言わせてるのが目についてこいつ調子乗ってるなって思ったんで、まあちょっと一回締めたろかっていうことで、まあ、試合の中でそういうのを示せてよかったですさあそして国定さんですが、はい、国定さん有利と思われていたんですが、そうですね、最初のラウンド取られてしまいましたね。やっぱあの人はなんか読めないとこがあるのでちょっと様子見じゃないですけど、まあちょっとでもまあでも、開幕戦ということでやっぱ2人にいいバトンを渡したいのでだんだんエンジンかけて、で孫さんも後ろから声をかけてくれて、まあ、だんだん普段の動きができたかなと思います。はい、さあ続いて第2セットを戦うのはこちらの2チームです。爆発力と統率力に定評あり、今回はどのような経営手腕が発揮されることになるのでしょうか。チームリキッドネモ、ハイクラス中最も海外大会経験が豊富です。カーズユースアンマン、うん、ビギナークラスでも珍しいアケコン使いにして好一点、奥村マミ。さあこちらのチーム構成になります。そして対するはこちらのチームです。今回はリーダーとして登場、重戦車の面目逆上なるか。再現ビーストフード、大会優勝経験も多数、秋葉原エンカウント所属川野。キャラ替えも視野と宣言、楽は楽でもう楽しんでプレーしたい宮田秀道、うん、さあこちらのチームメンバーになっているわけです。さあこの対戦の見どころなんていかがでしょうか。そうですね、一番気になるのはそのフードとネモっていうところでですね、そのキャラクターが結構この両者ちょっとこれまでと違ったキャラクターも
練習しているという話が入ってきてます、うんうん、そうですね、はい、速攻が出るかどうかというのは一つ大きなポイント。そしてもう一つはやはりチームレモンオーロラのビギナークラス、こう言って奥村真美さんが登場します、うんうんうん、そう、ここ本当に頑張ってほしいもうちょっとなんか誰を応援するとかってあんまり良くないと思うんですけど、応援します、はい。まずはレモンオーロラのお三人にお話伺ってまいりたいと思います。今回どんな感じですか？まあ、LINE とかであのこういうことは練習してきてねとか、あとはまあアンマン君にも同じキャラ使ってるんで、あの対戦相手のプレイヤーはこういう適性が多いからこういうことをあの練習するといいよとか、まあ、そういった一応課題は出してあの取り組んでもらってるっていう感じですね。レモンさんに教えていただいたことっていうのはなかなか相当役に立ちましたね。なるほど、自分じゃ考えつかないことなんで、うん、教えてもらって気づけたんでそこを練習してって感じです。まみちゃんどうですか？レモン選手がすごい連絡の中でもこう質問しやすい雰囲気をいっぱい、はい、出してくれていたので、今日会った時も一緒に練習しやすかったです。今日はチームワークもバッチリということで、ね、はい、バッチリ頑張ってください。さあ続いてフードガイアの3人にもお話を伺いたいんですが、はい、こちらのチームはどうですか？チーム練習とかはできましたか？これって結構長いじゃないですか、はい、これまあ1周目だと思うんですけど、1周目でどんだけみんながあの特にビギナーの人がやってきたかっていうのが見て、そこから、まあ、どうやってそのビギナーの人に時間を使うかっていうのでも別に遅くないなと思ってるんで、今回はとりあえず、まあ、あの他の人の動きとかをちょっと確認しようかなっていうふうに思ってます。なるほど。じゃあ川野さんはフードさんからは何かアドバイスをもらったりっていうことはありましたか？なんかとりあえず対戦してみようって話になって、フードさんのバーディーとやって、それでなんか20連敗ぐらいしてなんかもう怖いもんないなって感じですさあ宮田さんはどうですか、はい、このチームに入ってみて。いやでもなんか対戦会一緒に連れて行っていただいて、でケバブも一緒に食べたんで、あ、そんな交流もあるんですね、はい、まあいけるかなっていう。なるほど。どのチームも色ありますね。そうですね、面白いですね、こう、こう分かれるっていう、くっきり分かれてるという感じで、うんうんうん、レモンオーロラにその好意っての奥村さんが入ると結構面白い形になってますよ ね、 そ、 すね、うん、まあ、そして対するフードガイアですが、まあ、自由な社風らしい。だからそのやっぱりフードとしてもやっぱ楽して勝ちたいみたいな、なるべく楽して勝ちたいみたいな、うんうんうん、でそれをその攻略戦線なんとかしていくっていうプレイスタイル、もともとゲームもそんな感じでプレイしてる、うんうんうん、選手ですので、だからその雰囲気がすごい前面に出てて、うんうん、で実際多分やれば強い、そうですね、面々だと思うので、うんうん、それも面白いですね、はいはい。さあまずはビギナークラス同士の戦いです。使用するキャラクターはこちらです。ネモオーロラ、奥村はキャミーを選択しています。さあ対するフードガイアは宮田がコーリンを選んでいますね。そうなんですよね、まあ、オーディションの時に、まあ、キャラクター変えてでもやって、まあ、全然変えるつもりあるのでという話があったんですけども、実際この川野も使っているコーリンを選んでいきましたね、うん、さあこのまずはビギナー同士の対決、めっちゃ応援したいです、うん、ですね。さあまず上が通る、そして今日あらコンボができてる、練習してきましたね、しっかりとコーリンとして取りたいコンボができていました。一番体力多く取っているパラベラム、コーリンの手を使って相手を殴っているコンボがここで決まります。おお、さあここはスパイク、ポジションから見えているダメージの取り方、ただやはり飛びが通るのは苦しいか、ジャンプですね、やはりビギナークラスのキーになるのはジャンプです。さあこのコーナー追い詰められたのは宮田だが、トリガーを持っている状況、しかしスパイク、またしてもダメージ取って、これですね、ジャンプどうなの、フリガンから、あーここも大返し、相打ち、これは両者痛み分けにはなりましたが、宮田の体力は若干多かった。ラウンド1はフードガイアの宮田が取ります。さあ上からのアプローチ、宮田かなり効いてますね。いやいやいや、なかなかと対空が簡単ではないですからね、しかもやっぱジャンプ攻撃っていうのはしゃがみができないので、それが効いてくると思います、はい、さあ大勢ダウンを取って奥村もこのラウンド取りに行きたいが、うわしっかりポンコンボができている。さあ V リバーサル使って逃げる。さあ奥村は以前のオーディションから V リバーサルはうまく使っている。さあできてるのすごいですよね、相手のガードをガードしないといけないけどいけないですから。さあしかし依然上からのダメージが大きい宮田、ここはフリーガードと打つか、ガードをしている大勢だ。トリガー発動デルタドライブ、ここからキャビの強化状態が続く、必殺技この容量は2回繋がっている、珍しいシーン。ただこの反撃できるか、当たってあと少し、必殺技1回、ただアブソリュートゼロ発動、トリガー通る。
宮田がこの開幕戦までに氷間に合わせてきたかという格好になっています。ジャンプ攻撃というか、口だけやめた方がいい。多分連打しすぎてるから、そんなに連打しなくていい。ジャンプ攻撃と多分もう焦っちゃって、落ち着いてって。そうそうそう、とりあえずは、落ち着いてガードして向こうもなんか飛んでくるだけっていう感じだから、一回それでガードしてれば多分カチャ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 向こうも技漏れてくると思うので、それを反撃に取れる。宮田が一本選手ということになっています。ただ内容としてそこまで大きなことは動かなかったというところでありますので、やっぱりジャンプです、はい、これをしゃがんで食らってるっていうのが一つキーになってます、はいはい、ここはキャラクター変更はなし、はい、両者キャラクターはキャミーとコーリンを続投という格好です。さあ奥村としては上からのアプローチちょっと難しいところでしたが、あそこをなんとかしのぐことができればまだまだ勝機はあるという内容でした。頑張れ。続いて第2バトルがスタートです。まず一つ星を持ってるのはフードガイアの宮田。ここまでコンボしっかりできています。やはり上か。アーケードシックを使い慣れてないとやっぱりその後ろに真後ろにいるのは結構難しいですね。難しいですよね。まずはフーリガンからで、スライサー下段攻撃を打ちますがガードしている。そして強化パラベラム、パラベラム2つ目。ここは漏れてしまった。入れ替える。宮田が危なくなりそうな画面足からうまく逃げました。トリガーを発動。考えてるか。強化状態捉えている。珍しい。じゃあ待って、ダメージを取っていくのは奥村だが、やはり上からが苦しい。宮田がマッチポイントです。しかもこのパラベラムボタン連打で技が出るので、強パンチを連打する可能性もありますね。なるほどなるほど。パラベラムも出るんですけど、連打することも、可能ですからね。いきます。ただ奥村ここは着地にダイヤシャーアースター、ただ投げが通る。なんとか逆転を狙いたいこのラウンド2。奥村としては後がありません。もう1ポイントも取りたい。チャシャのコンボになっている。一気に画面足まで運びたい。上、さあまたしてもパラベラム。さあ宮田のやつコーリンが卓にダメージを取っていく。反撃は前に投げる。トリガーを発動。お互い発動。大事。さあ奥村が狙っていく。うわっ、落ちる。ハイクスパイク。なんかこちらが大きい。トリックラッグ投げる。フロストタワー氷氷塊嫁に突き上げて体力大幅リード。そしてまだ残っているぞ。ここでスナイピングキック。うまかったな。その名の通り奥村をうまく捉えた。ビギナークラス宮田が勝利。これで1ポイント獲得です。いやいや大丈夫大丈夫大丈夫。惜しかった惜しかった。長いですかねこれから。少しずつ覚えています。宮田キャラクターを変えているものの動きはむしろ以前より仕上がっているように見えましたね、はい、さあ対する奥村ですが、ここは惜しくも敗北となりました。そしてリプレイです。やはり常にジャンプ攻撃、これがですね非常にうまかったんですよね。飛ぶここですね、コンボ、このクリティカル圧、はい、このパラベラムが出てる間にコマンドを何度も入力してボタンを押したという形でしたね。さあ比嘉さんどうでしたか。されましたよ、これ出ましたか。奥村ちゃん最後の方めっちゃ良かったのに。かなり良かったですよね。やっぱちょっとやっぱ緊張で、開幕戦ですからね。さあ続いてはハイクラスの戦いです。使用するキャラクターネモオーロラリスカーズユース、アンマンはユリアン。こちらはネモ選手と同じキャラクターを使用しています。そして対するフードガイアより秋葉原エンカウント、川野の降臨です。離れた間合いで飛び道具を繰り出された時に降臨はやっぱりそのなかなかやれることって苦しくないのが、ね、ポイントですよね。ユリアンはメタリックスピアという飛び道具を持っていますので、はい、そこをかいくぐって、川野側は攻め込まなくてはいけません、はい、こういう舞台でも緊張せずに戦える2人なんじゃないかなと思います。まずはスカーズキさん、そして秋葉原エンカウントのカーノ。こちらは両選手同い年ということもあって思うこともあるでしょう。ただ一気にサイズキック貯めて有利を作り上げてスピア送らせて、マンマンが体力ゲージを黄金に光らせるパーフェクトの勢いでダメージを取っていく。エロパパ2回からコラル、そして投げるスパルタンボム、中足重ねてパーフェクト KO。 とんでもない勢いでラウンド1を獲得しました。
開幕でも本当に一瞬で相手を画面足に追い詰めてそのままその画面足の有利な状況で倒しきると、うん、いいプランがしっかりと取れていました。そういった5の、まあ、お手本のような勝ち方ですよね、うん、さあしかし川野も日本代表です降臨使いです。負けじとこのラウンド2も戦っていくでしょう。サイピングゲージ発生、ただエルボーアッパーしゃがみ強パンチ大きく肘を突き合った球を生み出してカウンター確認からエルボーアッパー2つ、読んでますね。これ拾ってスタンド前から今度はオクラス EX セット、ちょっとここは倍を狙った形、しかしあんまりらしいプレーですね、はい、ああいうところでああいう強気な選択肢をまず最初にやってメンタル折りに行くと相手の鼻っ端を折りに行くっていうね、うん、さあただトリガー発動しているのは川野なんですがやはり体力ゲージが苦しい。メタリックオーラこれでアーマー1つ用、相手の攻撃を1つ受け止めることができるのがアンマンです。もう投げられてもよしという感じでしょうか、うん、ね、さあバックスタックルで相手の攻撃を受け止めてから最後はチョップで叩き落とす一撃。いいですね。さあまずこの第1セット目の1つ目のバトルはアンマンが勝利。画面端に追い詰められちゃうと握られなくなって、うん、そのままそのひよってスタンスで倒されてるんですよ。やば、うん、それでは第2バトルの準備ができたようです。こちらはキャラクター変更はなし、両者キャラクターは続投です、はい。さあ川野として嫌な印象が残る一つ目の試合となりました。アンバンとしてはいい勢い、ここは逃がさず捉えていきたい。やっぱりそのメタリックスフェアっていう飛び道具の存在を生かしたアンバンうまくしてますよね。さあ続いてバトル2、このアンバンのペースを覆せるかという格好になっているのがカードです。今度飛んでくるのは逆にアンバン、ただやはり見ている、ね、エロアッパ2つ、ここもしっかりとダメージ取ってきた。今度も逃がさない。しかもこの対空ができるだけでなくダメージが高いです、キャラでも屈指のものがあります、うん、ただ今度は逆にカーノがコーナーに追い詰めた。トリガーを発動、この降臨強化状況をうまく生かしたい。普段よりリーチが長くなったこの氷を手につけている。取られている、ヘールストーンから中段フリザードヒールからダメージになっている展開したのはカーノ、ただエイジスリフルター、まずは1枚目、これは2つ目のチャンスを狙う。スタンゲージを回復するために、バイステップを止めている。これでハイレベルな画面の攻防が出ました。このしっかりとしたプレーは川野光ります。よく見ていましたよね、ああいう画面で結構いろんな、まあ、選択肢からのエイジスは怖いんですけれども、はい、まあ、それを縦にしたダッシュだったわけですけれども、川野しっかり見ていました、うん、相手が前に出てくるところにボタンを押したと。さあこのレベルが高くなればなるほど出てくるこの前ステップの止めも見えている。ただ先ほどの悪夢が蘇るかのようなコーナーがやってくる。バイオレンスニードロップ、これは来るぞ、ヘッドループ、はい、うまいよ、やばい、ループさせ投げていく、アンマンの素晴らしいコンボを見事。キャラクターと状況限定で頭突きを何発も入れる連続型なんて非常に難しいです。いやうまい、ただここはフロスたち確定を取っていく。当て身で相手の攻撃を自分のダメージにしてみせた。川野も依然負けじとダメージを取っているが、これはカウンター確認している。いい要素ですね。ただ今度対空出そうとしたところにはカーナが氷をつけてアンマンを蹴り返していく。ただトリガー持っているのはカーナ、まだアンマンには V 取りがありませんが発動します。早めの発動、ここでこの前体力状況あんまり悪くないですからね。トリガーでまあカウントしたら倒しきりたい。うまい。さあ玉抜き見ている。ここはゲージを使って。まだ溜まってないでしょ。これで溜まったから。ここでエイジスが溜まる。相打ちからコンボになる。さあこの第2バトルカウント取りたい。オッケーオッケーオッケー。うーまい。止めている。これはガラスやった。さあこれどうなる。ダメージしよう。アンマンとしてはアドリブ。うまく止めて後ろ下がり、大胆なタックルが引っかかる、まさにデンジャラス。これでアンマンブリアンが勝利、2ポイント獲得。さあこれでハイクラス同士の組み合わせ、はい、アンマンが素晴らしい試合見せました。こちら序盤からこう川野の癖をつくそのかなり強気な動きっていうのが功を奏していたのが印象的でした。まあ、それに負けじと川野もやり返してはいたんですけども、やっぱりその序盤のリードっていうところがうまく生きていきましたね。さあそしてここはスタンからのヘッドループ、これは本当にもう距離を完璧に調整しないとできないコンボなんです、うん、そうですね。こちらも本来したため上というところを立ちながら出すという、まあ、かなり難しいテクニックなんですが、うん、しっかりとこなしてみせました。
さあポイントとしては1対2、フードガイアが1ポイントちょっと負けているという状況ですが、次に出てくるのはエクストリームクラス同士の対決ですね。これで本当に決まりましたね。この両お二方はどちらもこのシーズン変わってから2つキャラクター練習をしているということで、キャラクター選択も非常に気になるところです。元々のメインキャラのユリアン対ミカっていう組み合わせだと、結構そのミカに1回こう触られた後にユリアン守ることができずにゲームが終わってしまうってことも多いので、根本としては結構そのミカは嫌だなというふうに多分感じてるキャラだと思うんですね。そこに対して新しく練習してきたキャラクターを出したりするのかなと。使用するキャラクターはこちらです。ネモオーロラ、チームリキッド、ネモはコーリンを選択しています。ここはサブキャラクターとしてのコーリン、今練習してるという聞いております、はい、そしてフードガイアからはフードのバーディー、こちらはカプコンカップでも見ることがありましたが、そうですね、フードバーディーこちらもまあ練習しているというふうに聞いてます、うん、お互いにまあこれまでのメインキャラと違うキャラを出してきたんですね。はい、チームキッドネモ、サイゲームビースト、フード、このシーズンになってもうフードはバーディーを使ってトリガー2バーディータイムをうまく使っているという。まずは第1試合スタート。そしてその対するネモはコーリンを選択。この各世界のトップクラスのコーリンのプレーもしっかりと見ているという情報も伺っています。さあまずはこのケンセの技振りだが、やはりバーディーのリーチも長い。さあブルースライダー、ここは意表をついた下段攻撃、強キック、ここは刺さります。さあこれでフードのバーディーの V 取りガゲージが早く溜まってバーディータイム発動、はい、おー遠い。そしてブルースウィングからここに至る大ダメージ、大きなダメージだった。そして持続で重なっている。フードは細かくいい。さあこれは立ち強パンキャッチスイングを狙っているか。いい、うわーなるほど、これ読み切りましたね。読み切りましたね、はい、そして刻んでいくゲージを使って、さあコーナーナビギアに持っていったヘルソン、上から相手を許していく。やば、完璧でしたね、うん、手を出してはいけないという、いけない連携、ヘイルストームの氷を降らせることで、まあ、ダメ技を食らったんですけど、その後に逆にその氷とともに攻撃することができる状況を作りましたね。ラウンド獲得はネモとなりました。ただフードとしてもあのトリガーの恐怖を一瞬でも見せたようになりました、はい、ここはドーナツを食べて V ゲージを作っていく、そしてバナナも食べていく。ご飯を食べると V ゲージ溜まっていきます。溜まっていきますから、日本なのでやはりその、まあ、ドーナツ食うことでかなり発動しやすくなりますよね、うん、そしてバナナも食う、どんどん食べて自らのゲージを増やしていく。そしてバーディータイム発動、ただネモもここで発動していきます。バーディータイムはですね、その発動中は非常に強いんですけれども、ここですね、はい、スイングからこれ状況力です、かなり減るぞ、チーム可能。そしてフルキャプチャー、下段の攻撃で引っ張っていきました。ヤフードのバーディータイムもかなり仕上がっている、はい、ただこのバーディータイム発動した時の隙がすごく大きいんですね。そうですね、ここはやっぱりちょっと対策ができているかどうかがキーになりそうです、うん、ただネモがこの画面端をキープしている状況です。スナイピングキック、フードはゲージもあります、上対空です。フードは鳥が溜まっているが、先ほどのように隙の多い発動はやりたくない。うまく発動できるかどうかですね、ポイントなのは。止めて、ここは安全です、綺麗な発動ですね。そしてバナナを食って手前にガードを置いた、上から潰している、鳥が溜まったよ。さあこの壁際です、今度の壁際フードが突き上げてスタンまで、これはどうだ、キャプチャー1つ残ってるぞ、ゲージも、あーまさかの当てに成功。ネモとしては千載一遇のチャンス、逃すわけにはいかない。フロストスパイクからゲージを使って倒しきりに至りました。ネモが大逆転成功、これで第1バトル勝利を収めました。最後そのスタンをさせたんですけれども、フード側がその後倒しきれなかったんですね、うん、それはネモも分かっていて、フロストタッチ当て身技を連打、途切れたらそのミスに対して反撃になるような形で使っていきましたね、はい、さあそれでは第2バトルの準備ができたようです。キャラクターの変更はなし、はい、両者がコーリン、そしてバーディーを操ります。もともとこのコーリン、ネモのコーリンは、フードの元々のメインキャラクターのレインボーミカに対して有利に戦えるっていうのがあるので、うんうんうん、まあ、フードとしてもキャラを変えるっていうのはないでしょうね、はい、はい、
さあまずはネモオーロラとしてはいい試合を取ることができましたが、まだフードのバーディーのこのトリガーも未知数。やっぱりそのまだまだその珍しい V トリガーですから、はい、さあ続いて第2バトルです。まず一つ星をリードしているのはネモです。さあフード、ここは確定の反撃バッチリ、弱キックからバーディー。やはりリーチが長くてその中間距離を優勢に進めるのは得意なんですけど、それに対して、はい、コーリンは V スキルもありますし、まあ、そのついていけるんですよね。さっきお話のリターンもでかいですからね。さあここ空中ぐらいになっていたリターンとしては少ない。さあでもしっかりゲージを使っていく、この飛びが大きい、大ダメージになる。そしてドリンクを飲んで、ここ反撃バッチリ、 EX ゲージを使ってダメージを伸ばしてくる。ここで V トリガーゲージは全て使い切りました。待っているのはフードのトリガーですが、反撃が確定、大きく火を吹く隙にあります。まあ、フードをしても反撃されたとしても発動しておきたいっていうことなんですよね。これで牽制技のリターンが大幅に伸びますよ。いや、ただこれどうだ、若干残るぞ。フードとしてはまだチャンスがある。ただこれで下段足元からすくい上げてきた。後ろ下がりに対して当たるような壊しでした。うまかったです。さあこれでネモがマッチポイント。さあ必要以上にここは V スキルをしっかり打ってトリガーを早く使いたい、そんなようにも見えますが、アイシクルスタンプ氷を踏んで体力リードはフードのバーディー。10番ここ反撃バッチリです。やっぱりこのリードした状況っていうのを守りきる能力、バーディー非常に高いです。リーチが長いですからね。さあこれどうだ、ゲージもあるか、この表裏あるか、あーからあどうだ、あ難しい、ちょっと難しい、反撃難しいか。確かにバーディーがボタンを離すだけであのようにアーマーをつけれますからね。しますから。さあ追いかけてこれいったかどうだ、すくい上げてブルヘッドまで。やはりこの一つ刺さった後の火力に関してはバーディータイム非常に強力、とんでもないものがあります、はい、手に巻いているチェーンをうまく使ってスイング。ここで不意をつく EX ブルーリベンジャー。これがやはりどこかで意識させられますからね。フードもこのセットは1でも取りたい。どうせだ、壁際に追い込んでいる。この状況でのバーディーは非常に強力だ。台紙から V トリガーを発動します。ここでも EX セット、そして通常投げ、手堅くいくかフード。そうですね、あとはこのおおっ距離を見て打ち返しの形になる強パンからの EX ゲージを使ったコンボ。売り場、ここはペッパーホットを使っていきますが、ゲージはもうない。さあでも反撃で台足に対してスライディングを使うが、フードのバーディーが取っていきました。ちょっと落ち着いたようにも見えました、最後のシーン。そうですね、あの場面は本当にいい、このネモ側のコーリンと V トリガチの立ち強パンチさえクラッシュカウントを取らなければ、まあ、まずこの体力差を覆されることはないだろうと踏んでのフードの、まあ、落ち着いた動きでしたよね、はい、それでは第3バトルの準備ができたようです。使用するキャラクターはここでネモがユリアンを選択しました、対するフードは継続のバーディー。負けた側がキャラクター変更できるというレギュレーションですので、はい、フードに、1勝してその後バーディーで来たということは、ユリアンにとって苦手なミカはもう出てこないということは、もうここでユリアンを出すことができると。なるほど、判断したわけですね。ラウンド1ファイト、まずはこのメタリックスフィア飛び道具で牽制していく、叩くはバッチリ。上からのアプローチちょっと苦しいか、一気にわずか10秒でこの壁際にやってきたのはフードのバーディーです。苦しいところ反撃は、ちょっとミスがあるが、ここ高い、そしてネモも反撃、高いものを選びます。ただビリバサルで強攻撃に対して確定を取っていく。さあカウントで上、ここはヘッドタイプを狙いましたが難しい距離。さあ V ゲージブロック2つはネモ、1つはフード。そうですね、 V リバサル使ってしまったことでやはりちょっとフード側は V トリガー発動しにくくなっています。そうですね、ただバナナうまく食べて、うまい、おお、そしてこれは状況のいい弱チェーン、浮いてる、たまった、これでお互い、いやネモだけがたまりましたね、距離が上がります。さあまずは1枚目、このウィリバーさん使っていく、コンボになっているぞ、高い位置きた、これはクリスクラッシュ、クリスクラッシュ、ドミナントクラッシュ、ユリアンの超必殺でフードのバーディーを捉えます。これでマッチポイント、やはりエイジス絡むと逆転目立ちます。
ただフードのバーディーもゲージマックス。反撃は難しい距離。さあ立ち回りちょっと苦しいかフード。何を狙う？飛び道具などを生かしつつ、ネモがうまく立ち回ってますよね。そこでフードが V スキルで、まあ、何かを食べようとすると、そこに対してネモも V スキル、メタリックオーラを張って、その後の立ち回りを優位に進めるという展開になってますね。さあ上からここ反撃を取って、ただネモには先ほどのあった V トリガーも余っている。さあここキングヘッド一冊投げで体力を削っていくが、ここボタンに出た。おお、これでかいぞ。そして高い一撃。さあ地獄の画面足で交渉体だ。ブリバペッパーホットしたところ前に鏡がある。もう一度ブリバサル。もうこれでトリガーの線はない。フードは自らの立ち回りにダメージを取らなきゃいけない。ゲージを使って返していきました、フードのバーディー。これでお互いカウントを取り合って最後のラウンドです。リクサクル大体飛び込んできた。これの不意打ちが成功。ただフードのバーディーはゲージが2つあります。一瞬ここは差し返していく強パンチ。ドリンク飲むところも許されない。さあネモには黒く光っているこのオーラがついているが、おお来た、強キックからスイングして、すごい減るな。ただここアーマーが付与されているため、バーディーの中パンチをしっかりと受け止めていきました。ただネモにはまだ V トリがありません。体力リードも取っている状況です。さあフードは何を狙う。 V ゲージはあと1つ、 V タイムあるが苦しい状況続きます。この苦しい格好を覆せるか。フードのバーディー、ゲージは一つ。これでドットヒットしている。まだあるというのか。エイジスリフテクターが溜まっているネモ。そうですね、あとはエイジスで削る感じになる。うわー、振っていこう。どっちだ、クラッシュカウンター。ここでコマンド投げが出てしまった。これはネモもにっこり。運がいい、エクストリームクラス3ポイント獲得。はい、両者の組み合わせは5ポイント、そして1ポイントとなりました。やばすぎる。え、てか、はい、バーディーって何か食べたら強くなるとかあるんですか？なんか食べると、 その画面の下にある V ゲージが溜まってくるんですよ。あー、なるほど。え、食べ物どっから出てくるんですか？ポケットからだろうな。それがずっと気になってて巻いたバナナとかすごい強いんですよね。へえ、邪魔です、すごい。踏んでしまうとそのままコンボになっちゃったりしますから。あ、そうなんだ。さあこちらリプレイですが、今この V トリガーもかなり強力でした。いや、うまく使ってましたよ ね。しかもこの大きなダメージを取った上にさらに起きれができるんですよね、うん、これ面白いシーンでしたね、はい、ミスになってしまったところをネモがしっかり返したんですね、うん、そして V リバーサル。いや、やばこれ。この鏡を使って挟み込んでクリティカルアーツ、そしてこれが最後のシーンです。エイジスがあったんです。どうするかってところなんですよね。ここで、うん、でもしゃがみ中パンチを打っていったんですね。なるほど、クラッシュカウンターになったんですが、その後繋がりませんでした、うん、さあこの2チームの対決ですが、ポイントレースはこういう形になりました。レモンオーロラの、お三人にお話を伺ってまいりたいと思います。まずは5対1でかなりポイントを稼ぎましたね。おめでとうございます。いや、よかったですね、はいはい、チームメイトが強かったっていうのと、まあ、あとやっぱその奥村さんもちゃんと練習してきたことをやろうと思ってたんで、あのそれが試合内容にちゃんと反映されてたのが良かったなと思ってます。最後ユリアン出されましたよね。そうですね、まあ、もともとそのフードのミカが、まあ、ユリアンじゃ勝てないだろうということで、まあ、今降臨を練習して、まあ、一応その向こうはバーディーもサブに持ってるから、まあ、降臨バーディーの組み合わせでまず勝てたらじゃあユリアン使おうっていう形には思ってたんで、しっかり3ポイントリーダーも取っていきました。そしてアンマン選手、コーリンを練習されていたネモさんからそういったアドバイスももらってたんですか？あ、もらってました。じゃあかなり余裕を持って バッチリでした。そして奥村さんも申し訳ない気持ちでちょっといっぱいなんですけど、あのこの多分試合が初めてお二人に最初から最後まで見てもらった試合になったと思うので、なんですかね、自分が足りないところとか教えてもらいつつ、でもこう練習したことはちょっとずつ出せてたので、それを育てていってもらいたいと思います。さあ続いて対戦するのはこちらの2チームです。
かつてのチームメンバーとたもとを分かち、勝利への情熱を燃やすエコーフォックス時戸。時計塔への逆指名を見事射止めました丁寧系竜使い響き。こちらも時戸へのラブコールかなったり、後期にキャラ替えをしました美崎昴生。さあこちらが時戸フレームのメンバーとなっています。対するはこちらのチームです。日本の格闘ゲームシーンにこの人あり、サイゲームビースト所属梅原。オーディション時の評判はハイクラス随一でした。大二木有り余る時間を強さに変えて金色の長島パイナポさあこちらが梅原ゴールドのメンバーとなっているわけですが、はい、まあ、この時戸フレーム対梅原ゴールド、このセット見どころなんていかがでしょうか。エクストリームクラス同士の試合っていうのはまず一つ大きな見どころになるのかなというふうに思ってます、はいはい、さあそれではまずは時戸フレームからお話を伺ってまいりたいと思います。時戸選手、今回のチームどうですか。面白いチームが組めたと思ってます。なるほど、はい、日比君は本当に真面目に竜一本でなんとかしてやるぞっていう思いが伝わってきますし、美咲くんはこう見えて結構動画勢なんですよ。おお、前回はね時戸フレームで一緒に戦ってきたお二人は、今回フードガイアとマゴスカーレットという別のチームのリーダーになっていますが、はい、マゴスカーレットには何としても負けたくないです全力で叩き潰しに行きます。なるほど、はい、さあ続いて梅原ゴールドにもお話伺ってまいりたいと思います。さあ今回のチームはどうですか。とりあえず鬼木くんはもうハイクラスの中でも本当にトップクラスだと思ってるんで、まあ、このまま行ってくれればいいかなとっていう感じで安心してて、で長島さん時間すごいっていう話で、はい、まだ そこもそれは多分生かしきれてないんですよ。あ、まだ一緒に練習されてないんですか。一応オンラインの試合を見てアドバイスしてるだけなんですけど、性格的にやっぱ一回こう本番迎えないと火がつかないんで、この試合の結果を見て、うん、ボロ負けするようだったらちょっとこうもっとこういう風にしてくださいみたいな感じで言おうかなみたいな。なるほど、はい、さあということで時戸フレーム、そして梅原ゴールドのインタビューでした、はい、やっぱなんかその他のチームとちょっと全然違う、うん、全然違いますね、っていうの面白いなと思いましたね、はい、まあ、こちらのまあリーダー日本を代表する選手が、はい、時戸フレームそして梅原ゴールドとしてやってきました。まずはビギナークラスの試合です。使用するキャラクターはこちら。時戸フレーム美崎昴生は豪気、対する梅原ゴールドからは長島パイナポー。ここはラシードです。以前は長島浩二という名前でしたが、今回芸名のそうですねパイナップルパイナップルね、まあ、チームカラーもゴールドなので、うん、かなりパイナップル色なんですよね。しかしこの美崎昴生、研究量では、まあ、選手随一といっても過言ではないでしょう、うん、長島はいつものパイナップルから。まずはラウンド1スタート。ここは長島に対して距離を大きく取るのは美崎。お、反撃を取っている。ここはリーグスパイクに対してです。リーグスパイクは打ってくるんだということはもう分かっているわけですね、美崎昴生。さあ今度はダッシュイグル、そして波動拳を打つ上からのコンボ。ここはターゲットコンボがうまくヒットしません。しかし飛びはガード。じゃあしかし竜巻、反撃は安く済んでしまった。静かな立ち上がり、お互い大きな動きはありません。このビギナークラス隊だとその反撃ある技を打つ打たないよりも技を打った方が絶対結果が出るので、ここはユーサード発動、竜巻の壁を作り上げて岬に襲いかかるのは長島。ユーサード、ここ反撃、歩いて膝、かなり意識高くダメージを取りに行きました。岬も V トリガーがありますよ。ここは発動していく、大焦点処理で追いかけるが、ここはクラッシュカウンターから長島の置き詰めがやってくる。イーグルスパイクで飛び込んで大 C 確定を取っていく。しかし長島には3ゲージも見えてきました、うん、なるほど、このダッシュイーグルスパイクにすることでなるほど距離を離せない。長島がこの戦いの中ですかさず対応してきました。待っているうちに V タイマーはみるみる減っていきます。飛びが通るぞ。あーラシードが持つ最速の立ち着キックで暴れて
ターンを切り返していってラウンド獲得は長島パイナポー。序盤はイーグルスパイクに対して大志確定見ていましたが、ここダッシュにして変えてきましたね。相当面白い攻略の仕方をしましたね、うん、イーグルダメならこっちのイーグルにしますっていう、これであればラインキャッチ変わりますからね、うん、さあ長島体育うますぎる、包括にダメージを取っていきます。さあ有り余る時間、ここをどう費やしてきたか。ゲージはお互い3つずつ、 EX ゲージはクリティカルアーツゲージとして変わっています。ゲージを使って不意をついていく。トリガーは溜まっている状況、両者でお互い溜まっているんですが、何を狙う、透明発動から、あ、これいいサルになりましたね。今日は難しい、昇竜拳打つか、ここは竜巻出てしまった、反撃はジャケから、ジャンプ、苦しい体力差、竜巻は引っかかります、残空もフェイに打ちたくない、お互いゲージマックスだが、長島のこのダッシュイーグルがいやらしく、ヒットしてる。マジで球史に一生を得た格好になった。大逆転、かっこいい瞬獄殺、マジかよ、狙ってたんですね瞬殺を。岬が長島の体力ゲージをすぐさま奪っていきました。大逆転のトリガー限定クリティカルアーツ、このダッシュイーグルスパイクが相当効いてますね。このラウンド中に回答を出すことはできるか。普段よりもガードしたときに離れますから、うん、ここでダッシュイーグル2つ目、この回答出しづらいか、ただクリカツ特段を見せる、嵐を巻き起こすアルタイル、体力を取り返して、ただこの発動コンボになっているぞ、波動から置き攻め、ただチュミキサーから長島の壁際、昇竜出しから体力がどっと反撃、反撃になっている、ここ耐えられるか、長いの置き攻め、しかしラシードの持つ強力な技しっかりと使ってきました。さあこのダッシュイーグルスパイク、最初はこの普通のイーグルスパイクを打った時、ダイヤしての反撃取っていたんですが、ここ変わってこのセット関東時にうまく間に合わせられるかというところです。それでは第2バトルの準備ができたようです。ここではキャラクター変更はなし、流れとしては長島が一つ星をリードしている状況です。ただ美咲も瞬獄殺は以前のオーディションから見えていましたから、まあ最後に気をつけるポイントとしてあるでしょう。続いて第2バトルがスタート。さあこのダッシュイーグルやはりうまく使ってきている。ここの反撃が難しい、これどうするかですよね、うん、距離を取るのは依然からの岬、ただ上から V スキルを使って飛んでくる。もう一つ削りダメージも尋常じゃないですね、豪気の体力が少ないですから、体力が少ないのでガードするだけでもかなりの体力を奪われてしまっています、まずはこの長島が遠距離からの削りダメージも経由してリードを取っています。飛び方コンボ、しわしから竜巻、やはり一度ダウンを取れれば大きなダメージになる。しわしから竜巻、ここはコンボバッチリ、ただ EX ミキサーターンを切り返していた。ここはゲージを使って、出しています。置き攻めの竜巻からイーグルで距離が離れる。おお、後ろ投げ、後ろ投げ、ただこれ入れ替わってしまった。トリガーを発動して有利を作りたいのは美咲です。ナイス、さあ逃げていく、長島の逃げが上手い、ただ金剛拳がヒット、ここは前に出たところ、竜巻からコンボになる。おお、また解けるか、どうなった、かなり多かった体力だったんですが、長島のイーグルが捉えていった。やはり体力の少なさが出ましたね、剛気は柔らかいキャラクターです。これでマッチポイント、ここを取ることができれば勝利条件満たします。ゲージ3つ、ここからミキサーダメージになっています。ただ打っていく、このフリーズどうだ、当たっている、大きなダメージ、ただゲージは空っぽ、そして対するは V トリガーを持っている長島が襲いかかってくる。竜巻ここで消える、反撃、ここは狙えるか、投げからしっかりとダメージを取っていきました。そして美咲には若干 V トリガーが溜まっていません。あ、いい飛びですよ、これ溜まる、ここで発動、長島にはクリティカルアーツもあるが、そうです
ね。あ、打ってきた。あー、ここ技を出してしまっていた梅原ゴールド。ビギナークラスの長島パイナポーが2つ勝利を重ねて1ポイント獲得です。さあここはかき乱されてしまったかというような内容でした。三崎合否うまく使っていたんですが、はい、ここは長島に軍配となりました。あ、これですね、慎吾さん。さあそしてリプレイです。いやこれうまいですよね。このポイントポイントでやっぱり無敵技ですから、クリティカルアーツっていうのは、はい、攻められた時にこう打てればヒットを望むことができますからね。え、長島さんのラシード愛すごくないですか。もうずっと使ってますよね。ずっとラシードですよね。そこはちょっとリスペクト。さあ続いてハイクラスの試合です。使用するキャラクターはこちら。時のフレームより響きは竜を選択しています。対する梅原ゴールドからは鬼木のカリンです。まあ、この鬼木はドラフト選抜からも人気抜群のプレイヤーでした。いや非常にその練習試合の評判がすごく良かった、うん、エクストリームクラス面々全員がこの鬼木が一番動けてたんじゃないかという話をしてましたよね、うん、フレームカラーなんだなこれ、うん、最初なんだよこの色って思ったんですけどフレームカラーですね。これはここはもうチームメンバー全員で統一しているというところですね。オニキも黄色、まあ、パイナポーカラーですね、うん、ゴールですよね。さあただこれでオニキ対この響の対決はリュウカリンです、はい、この波動拳に対してうまくプレッシャーをかけてオニキがこの画面足に運んでいます。今回リュウシーズン4で大きくこの波動拳強化されたんですよね、うんうん、これヒットしても美味しいところ。さあ上から飛びが通る、ダメージになった。さあ三月さんでただ中盤から確認して転向、そしてオロチ、ここまでの難しいコンボも完走してみせます。ウィドリーが発動電陣連機、ここはリュウが自らの波動と殺意を混ぜて電陣にしてみせる。ただ打っていく、うん、無敵技で切り替えていった。じゃあシャドウ、ただここで電陣連機なくなってしまった。対するオニキ、ここ V バーサル波動拳に対して確定のブリバー。ただ響きも硬いですよ、うん、おっ、ここだけミスになってしまったな、少し大きい。この隙を見逃さない最大のコンボ、鬼木お見事。ただこれお互いいい動きですね、うん、はい、手堅く地上戦形成していきます。じゃあ2つ、竜は波動拳にも使いやすい。竜はこの波動拳強化されましたのでどんどん使っていくでしょう、うん、対するこの鬼木の使うカリンはですね、立ち強パンチが強化されています。はい、中間距離での牽制でカウンターヒットしたときに、まあ、弱切符でから4フレーム有利な状況を作れるようになって、うん、コンボがつながるようになったんですよね。お互い中間距離強化されているんでポイントになりそうですね。さあしかし壁が追い込んだのは鬼木だ。このままいけば1バトル目は勝利となる。グレンから下がってテンポ速くする。今回グレン巨峰が隙が減りましたので、はい、今までだったらシンクロ波動拳で反撃されていたんですけれども今回できません、うん、いい使い方ですね。さあ響きには V トリが上がる。この電陣連機、先ほどうまく使っていたが、ここは中盤竜巻から運んで投げて V トリガーをどう発動するか。響きはゲージを使わずに倒したいんですよね。これそうしただけ、ここは反応していたか。おお、ここは V トリガーも温存して立ち回りだけで圧殺。これは相手に与える圧も凄まじいものになっているでしょう。まあ、V リバーサルも加味しながら攻めていったという感じでしょうか。無理やり近づけばリバーサルでも返せるという作り。ゲージを使う、ここの投げは抜けています両者。あの、この遠いが遠い、うん、難しいですね。さあオニキ、このゲージが少しパンク気味。やっぱりそのカリンは1回近づかないとちょっとゲージ使いづらいですからね。対するオニキは対照的にうまくゲージを使って解除していきます、はい、ただ V トリガー発動中、ゲージを使って一気に逆の画面下に持っていった。ただそのタイミングで響きが波動拳を使って押し返して、そして飛び、ね、さあセッポからテンポ速くしていく。カンズキリの歩行入れ替えて、ここの投げを受ける、硬い、くぬけますね。結構ねこの鬼木のプレッシャーすごいものがあるんですが、はい、響きはもうその真っ向からそれをしのいでるんですよね。手堅く手堅く確実にクリティカルアーツ前陣波動、うまっ、終わり方かっこいい、素晴らしい立ち回りで相手を圧殺してみせた響きがまずこの第1バトルは勝利です。
リュウにはその EX 昇竜拳という無敵技もあるんですが、うん、そういうのは使わずにガードとその後ろ下がりっていう2つの防御テクニックだけでちゃんとしのぐことができました、うん、さあこの鬼木が今度はこの日々に対してどう崩すかというところですが、ここは両者キャラクターは継続、はい、リュウそしてカリンです。響きこのハイクラスの選手の中でもかなり渋いプレイヤーですね。渋いですね。クロート好みのプレイをする、うん、いや非常にいい波動拳の打ち方をしてるんですよね。さあ続いて第2バトルです。ここを返したいのはオニキです。メハラゴールド、やっぱりオニキのカリンとショア画面足に追い詰めて倒しきる、ここですね、はい、さあまずこの取ったターンを相手に奪わせないように立ち回っていかなければいけません。 V リバーサル、ここはゲージを一つ使った。響きがですね、カリンは画面足の攻め強力なはずなんですけど、響きは画面足でもしっかり守れてるんですよね、うん、要所での前ジャンプを混ぜることでオニキの攻めをさせにくくさせてます、はい、勝利うまい、めくりでしっかり勝利落としていく。逆にオニキが追い詰められました。ただこちらうまい、ヒップステップから天狗で球を見て抜けていました。出しかった。あ、これはどうだ、置き攻め、すかしから様子見の遅らせ弱マン。さあゲージがこれでマックス。ただオニキには V トリガーグレンの方発動条件を出しているから距離、うわーよくか、よくしろガードしますね。そしてその投げも、うまい。さあどうする、おうまく飛び込んだ、おお前ステップ2回で相手の懐に飛び込んだのはオニキです。響きはバックステップで逃げるであろうということを完全に読んでの前ダッシュかける2、うん、これはオニキとしてもいい形でラウンドを取れた。そうですね、負けてません。響きのガードに少しでも穴を入れていきたい。さあコーナーやってきた、V リバーサルで波動拳の飛び込んでいく、打っていく、ここで打つ、ここまで打ってませんでしたからね、ここで防御手段散らしてきました。画面足でしのぎますね。いやこれは塩ゲージ美味しいぞっていった。さあオニキこれでゲージはマックス、トリガー発動は響き、今度は苦しながらの発動となります。ただですね、この響きもゲージ溜まりそうですので、うん、逆転の手段っていうのはあるんですよね。そうですね。あー、ここはヒットしている、波動6式覇者の方でのフィニッシュ。これでオニキが第2バトルを取り返す形になりました、はい、さあこの響きのガードをうまく崩してきました。そうですね、その崩せなくても焦ることなく、その、ま、今まで通りにちゃんと打撃と投げっていうのを散らしながら戦っていきました。変えてこられたらそれだけなんだけど、そんぐらい体格なかったらもうちょっとね、地上ガードで足まで追い込んで、で確定的に V リバーして、そこで勝負かけるっていうのかな。それでは第3バトルの準備ができたようです。ここもキャラクター変更はありません。画面足はキーですね、はい、1試合目は画面足に追い詰められた響きは守りきりました、うん、1試合目は鬼木が画面端に追い詰めてそのまま倒しきりました。気になるのはやはりカリンの画面端がどうなるかですよね。えここはいきなり脱いできた、脱ぐことができるんです、このゲーム実は。鎧を脱いで軽くなろうとでもいいのか、はい、そんなやつありません。しかし気合が見える、ただここで投げ抜けを誘う、再三弱形から投げが見えていましたから、オニキはここで投げ抜けを誘う。さあ、はめこさんおっしゃる通り、はい、一気にこの壁際にやってきました。そうです、この画面足を、まあ、どうしのげるかですよね。さあ妙剣、ここはクラッシュカウンターからのコンボ、対してオニキはこれも倒しみたいです。うまい、うまっすぎるんだけど。さあこのコンボ、トリガーも溜まっている、置き攻めの圧がかかる。大使から電磁電気発動、今度も苦しいながらの発動、対してオニキはリードを保った状態でのトリガー発動です。そして波動拳にプレッシャーを与えるタッチシューキックの牽制、オニキがペースをつかみ始めましたね。画面足効きましたね。先にやはりあれだけリードされた時にリュウはちょっと逆転手段っていうのには欠けるタイプのキャラクターですから、はい、序盤でリードを取りたいんですよね、響き側としては。さあただこの立ち回りで倒してしまうという構えのこの響きのリュウ、オニキとしても先ほどは投げ抜けを誘ってのところでしょうか。打っていく、いい飛びが通る、そしてX ソフトから、最後は弱パンチ、手堅く切っていった。これで両者マッチポイント。中間距離での波動拳に対して EX 接法による弾抜けっていうのを1回見せられているんですけども、この2ラウンド目は強気に打ってきました、うん、さあ両者はゲージ2つずつ、どういったゲージ感に見えるか、どちらとも有効な手段はあるでしょう。イフサの、ここは響きが押していく、
そして飛びもあって鬼木も苦しいところ、弱キックから送らせて打撃を重ねていく。さあ響きの波動モード、飛んだら昇竜拳が待ってるという神あるが、ここで逆に飛んできた。このねバランスがいいですね。これちょっと鬼木側も的を絞りづらくなってます。さあ前ステップから投げる、ガードを固めて投げていく。ゲージ溜まりましたから。バックステップ見えているが、下がりに弱キック黙れて中段立っている。ナイスガード。さあ鬼木苦しいぞ。これは厳しい、厳しい。響きの体力は9割ある。画面足にもう追い詰める必要がありますね。そしておお、これだけが通る。これ大きいぞ。画面足です。両拳最大からちょっと待って、タイク出てバックして追いかけている。ここで勝負タク、どうだこれ、どうだ。ゲージは使わずいくが溜まらない。若干残った。ここだけ出さないが最後は投げで崩す。鬼木の渾身の勝負手が決め手となりました。ハイクラス同士の対決、梅原ゴールドが勝利。鬼木のゲームメイク非常に良かったですね。鬼木がその焦らずに最後まで自分を信じて丁寧に丁寧に攻めていったんですよね。完璧でしたね。はい、10キックトリガー発動からクリティカルアーツまで、うまい。ここ無理やり飛び込んでいったところ、このバックの2回ステップで逃げるのも完全に読んでましたね。やっぱ要所のポイントでこの響きが繰り出していたバックステップに対してプレッシャーをかける。ここですね、これも分かった、もうここでするだろうというような、読みでの前ステップからシャミ強パン。しっかりと状況状況に合わせたいい技っていうのを鬼木が選択していますよね。はい、さあ最後はエクストリームクラスの対戦です。使用するキャラクターはこちら、トキドフレームエコーフォックス、トキドは5機、そして梅原ゴールドは梅原のガイル。昨年の大会シーンでも何度も見た組み合わせとしても何度もやっていると思いますが、さあリーダー同士の対決、ここは時田豪輝、梅原がガイル。まずはラウンドワンファイト。さあ我々ストリートファイターファンも再三見たこの時田の豪輝と梅原のガイルの組み合わせ。そばっとがちょっとリーチが短くなったのは、そうですね、結構効いてると思うんですが、ただ序盤体力リードうまく取っています梅原です。もう一つ大きなポイントとして、はい、ガイルのサマーソルトキックの飛び道具無敵が3フレーム目からになったんですよね。そうですね、これも大きい、はい、それによってやっぱり中足からの波動拳だったり波動拳の連携に対して簡単に割り込むことができなくなりました。さあ体力リードは梅原、まだ後ろに投げて時度はトリガーを持っている状況なんですが、この苦しい体力差を覆すことができるか。ゲージもあるんでやっぱりクリティカル、おお、ここはこのシーズンでの波動の出がかりをケアしたか、中キックがヒット。続いてラウンド2ファイト、梅原がまずラウンドを獲得しています。さあ時度としてこの移動要塞ガイルを覆さなければいけません。これに対してはソワットのリーチが短くなったことで多分歩いて技を置くというのが攻撃はむしろやりやすくなっていると思うんですが、梅原がそのストレートなんかバーンストレートなんかうまく使ってそれを回避してるんですよね。さあ時とスタンリーチから気絶まで、ここはタケトコンボ、帰国連山からコンボまでバッチリゲージを貯めてファイナルラウンドに向かいます。さあペースとしてはお互い殴り合う展開になっているが、少し歩いてフォートレスムーブが見えました。フォートレスムーブの移動速度もアップしてます。そうですね、強パンからソボット、お互いまだターンの手になっている状況、細かくダメージ耐えているのはこの時度、ラカン5勝で受け止めて V トリガーを発動しようという動きが見える。飛んでいる、いい投げが通る。時度が梅原をこの画面足に追い詰めた。しかも何か当たればこれですね、 V トリガーも溜まりました。さあゲージ使ったところ、時度は波動発動、ここはゲージ温存、投げ抜けを誘っていく。ただ梅原は応じず、飛んでいた、渾身の強カードを飛んでいる。ただ梅原にはまだ V トリガーがない、しかし体力リードを取っている。ダメージリードしている、波動からクリティカルアーツ、ここはゲージを見た最大、まだ残ります。おーっと、ここでガードをしている。梅原の行くサマーソルトはいなしてみせた。まずは時とスタート、今の最後の場面はもう本当にもう勝負の場面でどう転んでもおかしくない状況でしたね、はい、さあラウンド先制はあったものの時
ビドがしっかり取り返していきました。それでは第2バトルの準備ができたようです。2人のキャラクターは継続、うん、最後のシーンは時の連動見える波動からのクリティカル最大も見えましたが、もめはるがリードを取られてしまいました。取り返すにはあと2つの星が必要と。それでは第2バトルラウンド1から見ていきましょう。序盤フォードレスは見えているが、トビここで投げ抜けを誘いました。投げよりも大きなダメージが加算されます。これまでそのフォートレスムーブで様子を見て波動拳に対してサマを出すっていうのができたんですけど、はい、まあ、今回ちょっと難しくなってるでしょうね。そしてスタンゲージをしっかり見て昇竜で締めていった。そしてさらにやってくる壁際、梅原先ほどのシーンも垣間見える。何を狙うのでしょうか。 V トリガー2は持っている状況ですが、先ほどから V トリガーうまく使えていません。このナイフエッジ、ああ最後強気は1、ただかぶっている。スタンゲージ継続のソニック、そして打つ空対空は梅原、しっかり小艇で押し返していった。時戸が安全にここでマッチポイントを取っていきます。そうですね、投げられてもう大丈夫と踏んでもう完全に投げを捨てたガードでした。的確ですね。ここはイクスシャッキ対応してきました梅原。そしてラカン5勝、ここもソニックブームを受け止めてのペー。でもゴザンク時間稼ぎ、ここはリフト出したところまたソンは打っていく、うん、対空でこの序盤タイルグリッドを取っていたんですが、この時戸がうまく V スキルを使ってきます。先に V トリガー溜まっているのは梅原です。 V リバーサルに回してきた。2つ目、1つここで V ゲージブロック2つ使い切りました。ただこれ白ゲージによって時戸の V トリガー溜まりましたね。飛びが通る、非常に危険ですよ。サマー打ち、ただダメージ量としては時戸が大きい。これも分かっての梅原のサマーソルトか。王将発動、これは何もないが打っていく、よう打った。ガードされたら終わっている。ここの弾力恐るべし。さあ両者の駆け引き、ここの1攻め、まずは1つ投げる。時戸がコーナーに追い詰めた。ここはじっくりいくか。いや削りも見えますよ。そうですね、 V リバーサルはない、決めないといけない。梅原がローリングスワットキックを振り出しながら時戸を後方に避けていく。うおーニュータル、おーネット、あーこれ味だが、ここで梅原が退けた。素晴らしいプレーでファイナルラウンド。さあ最後土壇場の腰の据え方は一流。梅原ラウンド2取りました。投げ投げも応じず後ろに下がっているのを見ていましたが、飛びが通る、噛み合ってますね飛びが。そしてコーナーにやってくる、いくつ交渉継続から、ここでもビリバサル。梅原もトリガーの線はないか。キャッキからダブルアップ補正を切ってきました。カウンターから強パン、上見ている、おフライングメイヤー、とんでもない速いスピードで打っていきましたが、いくつ交渉でターンを切った。さあもう後はない梅原、ディプソニックからの発動、梅原さんで合戦機で切り返していくか、打っていく、まだまだ勝負を捨ててないの梅原。うわーこれは大きい、この入れ替え、今度は梅原が追い詰めた。うまい、ただストリック玉抜け、あーこれどうだ、大きい、上から垂直ジャンプの大ダメージ、すげえ減った、ぎゅっ、おーきたね、手段立っている、大事反撃にならない、投げていった、最後切断の瞬間、前に見切りをつけたのは時戸。いやいい内容でしたね、2ラウンド2試合目。いや梅原のあのコンボ選択が相当良かったと思うんですが、そうですね、ギリギリ EX ゲージが溜まりませんでしたね。うん、最後の時戸選手のあの判断も素晴らしい。さあリプレイです。さあ波動に対しての相手のシーンは数多く見られました。はい、まあ、今回その、まあ、ノーマルの高波動拳のみやられ判定が大きくなっているってことで、まあ、中キックこれクリアして相手を取るなどのシーンもありましたよね。うん、これですね。そしてこちら最後のシーンです。本当にあと1度なんです、この梅原のゲージ。もうそうですね、あと少しでした、ちょっとだけ、これ溜まっていれば倒していたんですが、はい、最後は時戸がこの V トリが溜まったゲージをうまく使って発動からの有利な状況からの攻めで倒しきると。そうですね、ただこの時戸フレームと梅原ゴールドはポイントとしては同じく、はい、ね、3ポイントずつということで、はい、まあ、お互いポイントをしっかり取り合ったという、格好になっています。両チームにお話を伺ってまいりたいと思います。まずは時戸フレーム、ちょっと前半の2人がかなり惜しい内容でしたが敗れてしまったところで、リーダーがしっかりと取ってきましたね。すごい本当に真剣にやってくれて、内容も僕の思い描いてた通りの
内容で、ちょっとあのビギナーの美咲くんには申し訳ないのが、僕の想定してたあの対策が抜けてた部分があったんで、ただ僕らで一緒に作戦考えたんですけど、そこで詰めてた部分はすごいしっかりとやってくれて、で響くんも惜しかったですよね。試合作りすごいうまくできてたんで、なんかすげえ頑張ってんなっていうのが伝わってきて、あの最後の、僕の試合にそれ2人の思いが多分つなげられたのかなと思います。なるほど。さあ続いて梅原ゴールドですが、はい、かなり応援にも梅原さん力を入れていらっしゃるなと思ったのが、ね、はい、かなりあの長嶋さんの試合の時、鬼木さんと2人で小さい拍手を何度もされていましたね。はい、あえてそのヘッドセットせずに、あの今これが多分有効だからっていうアドバイスをできるようにそう外してもらってっていうのもあって、結構あのこっちはワイワイやと声出しです。そうですね、もう本当に声援とかじゃなくて、もう純粋なアドバイスが多かったんで、はい、それは良かったかなと思います。今後とも頑張っていただきたいと思います。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。さあ全てのゲームが終了しました。本日の結果をおさらいしましょう。第1セットはマゴスカーレットがイタザンオーシャンに6-0、第2セットはネモオーロラがフードガイアに対して5-1、第3セットはトキドフレームが梅原ゴールドに3-3となりました。はい、この結果を受けた順位表がこちらです。1位マゴスカーレット6ポイント。いやすごかったですよね。ものすごいその総合力の高さ、全員活躍して勝っていきました。はい、しかもまあそのいわゆるファイナルアクト、泣きの1回っていうシステムがここで出たわけですけども、うんうん、そこもしっかりと対処して勝ってきましたね。はい、そして2位続いてネモオーロラ、3位4位は、ポイント同じなんですが、はい、ラウンド取得数の関係で3位が梅原ゴールド、4位がトキドフレーム、そしてフードガイア、イタザンオーシャンという形になるわけですね。はい、浜子さん、これ開幕戦でしたがかなり内容濃かったっすね。そうですね、まあ、何よりもやっぱりそのチームの雰囲気っていうのは結構それぞれ違って、まあ、それぞれのやり方でこう戦い臨んでるっていうのがすごく見えてきたのがすごく今回面白かったポイントなんじゃないかなというふうに思いましたね。第2節の組み合わせがこちらです。今回の開幕戦踏まえてハメコさん、こちら注目のカードなんてございますでしょうか。やっぱりその開幕戦をすごくいい結果で終えたマゴスカーレットの対する梅原ゴールドっていう試合が一つ大きなポイントになるんじゃないのかなというふうには思いますよ ね。 そうですね。このままその快進撃を続けるのか、ここで梅原ゴールドが止めるのかというのは一つ重要なポイントになると思いますよ。さあそれではここで各校からお知らせです。ストリートファイター5がお買い求めやすい価格となって再登場。ストリートファイター5ベストプライスは1990円で3月28日に発売。この商品の発売と同時にレアグッズが同梱されたストリートファイター5カプコンプロツアーサポーターズパッケージが発売決定。先ほどのストリートファイター5ベストプライスに加え、カプコンプロツアーのロゴが入った応援タオルが入っています。他にもアーケード版のインストカード風ステッカーが35キャラ分入って、税抜き3990円で3月28日に発売されます。なおストリートファイター5カップコンプロツアーサポーターズパッケージはゲーム取扱いのある全国のゲオショップでの限定販売となっているので、詳しくはゲオショップにお問い合わせください。数に限りがございますので、欲しい方はぜひ急いで予約をしてください。さあそれではお時間となりました。カプコンストリートファイターリーグパワードバイレイジ開幕戦は以上となります。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。プレイステーション。